こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では秋の着こなしをですね、具体的に3つご紹介したいなと思っています。ただ今回は様々なブランドの服をミックスするのではなくて、ユニクロの服だけでですね、コーディネートを構成してみたいなと思っています。ちなみに靴だけはなかなか難しいので、他のブランドを使いたいなと思うんですが、着こなしの大部分はユニクロで構成しながら、秋の着こなしというところをですね、皆さんにご提案をしてみたいなと思っています。どのコーディネートに関してもですね、あまり凝りすぎたものではなくて、誰でも気軽に真似しやすいものばかりなので、ぜひ皆さんもですね、こちらを参考にしながら秋の着こなしというのを楽しんでいただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速ですね、一つ目のコーディネートから解説をしたいなと思っているんですが、僕が今しているコーディネート、これが一つ目の提案になります。少し解説をしますと、上に着ているのはユニクロ U のプルオーバータイプのパーカーになりますね。こちらは昨年購入したものなんですが、今季もですね、全く同じものがあるので、そちらで対応できるかなと思っています。そして内側に着ているのは今年の春に買ったですね、ユニクロのワッフルクルーネック T シャツのロン T バージョンですね。こちらを内側には入れています。そしてボトムスに関しては、こちらは今季のですね、スマートアンクルパンツですね。すべてユニクロのコーディネートになります。そして足元が見えてなくて恐縮なんですが、こちらはエアマックス97のブラックを合わせています。どのようなコーディネートなのかというと、少しスポーツミックスのようなものを意識しています。パーカーというのは結構使い方によっては子供っぽく見えてしまうんですが、あえて全身の色をですね、2色に絞り込むことで大人っぽさだとか綺麗っぽさというところを表現してみました。パーカーというですね、カジュアルなものに対して、ボトムスをですね、ブルージーンズですとかチノパンのような、こちらもですね、カジュアルなものをぶつけてしまうと、どうしても子供っぽく見えてしまうので、ボトムスにはですね、スマートアンクルパンツ、いわゆるスラックス調のものを合わせているんですね。上半身はカジュアルで、ボトムスで引き締める、これがですね、結構バランスのいい組み合わせかなと思っています。カジュアルなアイテムを使うときには、色数を思い切って絞ってみるっていうのは結構ですね、使いやすいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。そしてもう一つ、今回の着こなしでポイントがあるんですけど、上に着ているですね、ユニクロ U のプルオーバータイプのパーカー、こちらは S サイズを選んでいるんですけども、身幅はゆったりしているんですが、着丈はですね、割と短めにできているんですね。一方でこのロン T の方はですね、着丈がちょっと長めになってるんですね。通常僕は S サイズを選ぶことが多いんですが、ロン T に関してはあえて M サイズを選んで、少し緩めのシルエットを意識しています。そうするとパーカーよりもロン T の方が長くなるので、ここにですね、ちょっと長さの違いを出すことができるんですね。基本的に今回の着こなしはパーカーもスラックスも両方ともブラックですよね。ですので、それだけだとどうしても重たくなってしまうので、こういったロン T をですね、裾から覗かせてあげたり、あと首元にもですね、少し白が見えるかなと思います。このような細部にですね、少し白を覗かせてあげるだけで、だいぶですね、抜け感みたいなものが表現できるので、ぜひ皆さんにもですね、こちらのテクニックは真似をしていただきたいなと思っています。そして靴に関してもですね、 Air Max 97ブラックなんですけども、ソールの部分はホワイトなので、こちらも重すぎない印象になるかなと思っています。あとはそれに加えて、肌の露出というところを少しコントロールしてあげると、さらに軽さを出すことができるかなと思っています。今回僕の場合はパーカーの袖を少しまくって肌を見せてあげる、あとスマートアンクルパンツって首丈になっているので、靴とボトムスの間に少し空間ができるんですね。ここをベリーショートソックスを履いてあげれば、結構ですね、肌が見えたりするので、ここの肌の見える分量のおかげで、だいぶですね、モノトーンの着こなしでも重たくないようなバランスが取れるかなと思っています。このようなシンプルなスタイルでも細部で遊ぶことができるので、こういった点も意識しながら、ぜひ皆さんにも参考にしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、2点目のコーディネートを解説したいなと思っています。まず上に着ているのはこちらですね、今年の春夏のですね、ユニクロ U のシャツアウターになりますね。これは春夏に買ったユニクロのアイテムの中では一番気に入っていまして、ヘビーローテーションしたアイテムなのかなと思っています。そして内側に着ているのは先ほどと同じワッフル地のですね、ロン T になります。こちらもですね、様々な着こなしで僕は活用してるんですが、ベースとなるインナーとしてはめちゃくちゃ活躍するので、
ぜひ皆さんにもお勧めしたいアイテムかなと思っています。そしてボトムスに関しては定番のユニクロのブラックジーンズになります。僕はですね、いろんなシルエットがある中でスキニーフィットが一番体に合っているので、そちらを愛用しています。まあ、この着こなしというのは結構動画の中でも何度か解説してますが、まあ、まさにですね、このシャツアウターというのが今っぽい雰囲気を象徴するアイテムなのかなと思うんですが、ただですね、内側に着ているロンティーですとかブラックジーンズに関してはかなり定番的なアイテムなんですね。この2つは定番なんですけど、その上に羽織るものをネイビージャケットのようなまさに定番のものではなくて、少し今っぽいアイテムを取り入れることで全然見え方が変わってくるかなと思っています。まあ、今期に関してはこのシャツアウターというのがトレンド的なアイテムとして様々なブランドから出ていますので、ぜひ皆さんもですね、取り入れていただきたいなと思っています。ただ一つだけ残念なお知らせがあるんですが、このですね、ユニクロ U のシャツアウター身寄りのものがですね、秋冬にはなかったんですね。もうちょっと厚手のものがですね、ユニクロ U からは発売しているので、そういったもので代用してもらうのも良いかなと思いますし、こちらと似たような雰囲気のものでしたらユニクロではなくて GU で取り扱いがありますので、そちらで代用してもらうのも良いかなと思っています。基本的にこの着こなしの色使いというのは3色で構成されているんですね。まずはホワイトのロンティーとブラックジーンズでモノトーンの色合わせにしまして、その上にはですね、これは何て言ったらいいんですかね、ネイビーなんですけども、ちょっとグリーンがかった綺麗な色味なんですね。こういったブルーの中でも少し変化球が交えたような色、こういったものも結構ユニクロ U は得意としていて、モノトーンの着こなしの中に混ぜてあげると非常にバランスがいいので、ぜひ皆さんにもですね、トライをしていただきたいなと思っています。あともう一つ、シルエットも一つのポイントになるかなと思っています。僕はこのシャツアウターをですね、自分の本来のサイズよりも一つ上げて選んでいます。 S ではなくて M を選んでいるんですね。ですので上半身には少しゆとりがあるんですが、ボトムスに関しては細身にしています。スキニージーンズを選んでいるので、かなりスッキリとしたシルエットになっているかなと思います。このように上半身にゆとりがあって下半身が少し細めになっている、このようなスタイルをですね、 Y シルエットと呼んだりするんですけども、大人の男性には比較的似合いやすいので、ぜひこちらも皆さん参考にしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしをご紹介したいと思っています。ここでですね、皆さんにお詫びがあるんですね。全部今回はユニクロでご案内したいなと思ってたんですが、ユニクロのですね、白い T シャツが手元になかったんですね。ですので内側に着てるのは申し訳ないんですが、無印良品のですね、無地 T シャツになります。これは皆さんにはですね、お詫びをしなくちゃいけないんですけども、もちろんユニクロに置いてある無地系の T シャツで全く問題ないので、皆さんはそちらをお使いいただければなと思っています。そして上に合わせているのは今季のユニクロ U のクルーネックのニットになりますね。色はダークグレーのものを選んでいます。こちらもですね、今季買ってめちゃくちゃ気に入っているニットの一つになります。そしてパンツに関してはちょっと分かりづらいかなと思うんですが、一番最初のスマートアンクルパンツとはまた別で、こちらも今季のユニクロ U のワイドフィットテーパードパンツですね。基本的にはワイドパンツでゆったりめなんですけども、膝下からちょっと細身になっているので、ワイドパンツ初心者の方でも比較的合わせやすいパンツになっているかなと思います。かなりシンプルなスタイルなんですけども、僕はですね、この着こなしが結構大好きで、秋口にはですね、このような着こなしをすることが非常に多いですね。まあ、シンプルなスタイルなんですけども、ちょっと解説すべき点がいくつかありまして、まず上半身に関してはそこまでですね、ゆるりとしたサイズ感ではなくて割とタイトめかなと思っています。ただこちらのユニクロ U のニットって、僕は普段ですね S サイズを着てるんですけども、今回はかなりタイトな仕上がりだったんですね。ですので最初は M を着たんですけども、それでもだいぶ細かったので、さらにもう一つ上げて L サイズを選んだんですね。それでもですね、結構ジャストサイズに近いかなと思っていまして、上のサイズ感としては結構細身です。そしてボトムスに関してはワイドパンツで少しボリュームを出してるんですね。上半身がジャストサイズで、ボトムスが少しゆったりめということで、緩やかな A ラインシルエットというところを意識したコーディネートになっています。これをですね、ボトムスをブラックのスキニーとかにしてしまうと、両方とも細身になってしまうので、ちょっと物足りなさを感じてしまうんですね。特に色に関してはモノトーンですし、あまりですねアクセント要素が少ない着こなしなので、サイズ感というところで少し遊んであげると、大人の男性でも旬な着こなしというところを実現しやすいかなと思っています。
もう一つですね、ポイントになるところは白の T シャツの見せ方なんですね。こちらのニットは首元がですね少し大きめに開いているので、これをですね単体で着るとちょっとセクシーに見えすぎてしまうんですね。ですので下に白 T シャツを着てあげて、少し襟元だとか裾の部分に白 T を覗かせてあげる、これもですねよくやるテクニックの一つなんですね。これがあるかどうかで全然抜け感みたいなところが変わってくるので、ぜひ皆さんにもですねトライをしていただきたいなと思っています。結構大切なのがニットとこの T シャツの見え方の分量なんですけども、これは T シャツの首元のフィット感によって全然見え方が変わってくるんですね。結構ですねこの無印の T シャツとユニクロ U のニットとの相性が良くて、ちょうどいい分量見えてくれるので、今回は無印の T シャツを着てしまって大変申し訳ないんですが、バランスとしてはハマりがいいのかなと思っています。色使いはシンプルなんですけども、サイズ感だとかちょっとしたディティールで大人っぽさだとか着こなしを楽しむというところでは地味ではあるんですが、僕自身すごく気に入ってる着こなしなのかなと思っています。そして着こなし全体はかなりシンプルなので、足元は今回 AirMax 97ですね、こちらを合わせています。僕はですねカジュアル用の靴というのは基本的に2つしか履かないんですね。白のスタンスミスか、今僕が履いているブラックの AirMax 97か、これは着こなし全体を見てシンプルだなと思ったら AirMax 97を履いて、少しボリュームだとかアクセント要素を足すようにしてるんですね。一方で着こなし全体が割とアクセント的な要素が多い場合は、白のスタンスミスを履いてあまり靴でアクセント要素を出さないようにしてるんですね。このように特徴が異なる2パターンの靴を持っていると、様々なコーディネートに活用しやすいかなと思いますので、ぜひこちらも参考にしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロ縛りで3つの秋コーデをですね皆さんにご紹介をさせていただきました。どれもですね派手さはあまりないかなと思うんですね。ですが誰でもですね気軽に取り入れやすいものばかりかなと思っています。現行でユニクロで買えるような様々なアイテムを使っていましたので、ぜひ皆さんにもですねこちらのスタイル真似をしていただきたいなと思っています。僕の中では大人のファッションというのはベーシックなアイテムで基本は構成をして、そこに 1,2 点トレンド的なアイテムを混ぜてあげると非常にバランスがいいかなと思っています。今日ご紹介した中だとブラックジーンズですとか白のロンティーだとかニットだとか、こういったものに関してはすごくベーシックなアイテムなんですけども、一方でトレンドアイテムとしてはシャツアウターですとか、あとはパーカーですとか、こういったものをミックスすると結構ですね今っぽい新鮮な着こなしというところが簡単に実現できるかなと思いますので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。